子、朝ごはんできたわよ。早くおいでらっしゃい。では晴れていたのに。そういえば昨日はあの夢見なかったな。遠くから誰かに呼ばれる夢って何の象徴なんだろう。あれ、もう止んでる。本当に変な天気。雨宿りのついでに居眠り。あなたこそ傘なんかさして。雨はもう止んだわよ。いいのよ、どうせまたすぐ降るんだもの。そっか、あなたもう少しそこで雨宿りしていた方がいいかもね。うちへは帰れないでしょうけど、少なくとも雨には濡れなくて済むわ。あなたこそ早くうちへ帰ったら。だいたいこんな方向違いのところになぜいるのよ。挨拶に来たのよ、お別れのね。ちょっと遠くへ行かなきゃならないの。もっとも、あなたとはどっかでばったり出会うことになるかもしれないけど。何を言っているの？何のこと？そのうちわかるわ。じゃあね、さようなら。あなたの無事を祈ってるわ。何よ、変な人。わけのわからないことばかり言って。え、地震？